ーの、こんにちは、ももあです。はい、今日はですね、私の質問コーナー、はい、じゃあ質問コーナーやっていきます。おすすめのパックを教えてください。オッケーです。はい、まずおすすめのパック、こちらです。はい、これね、よく見るやつだよね。わかる？これ。これは朝マスクですね。これ夜とかやっても全然いいんだけど、しかもめっちゃ桜のいい匂いで大好きです。これみんな使ってほしい、マジで。本当に。告白されたことある？ないです。ないです。これはささっとね。で、次。おすすめコスメ教えて。はーい、教えます。まず、ロムアンドの。これだね。ロム&ビューティーパレット01番ですね。アイシャドウパレットです。かわいいよね。お年玉で。で、のおすすめコスメ何個かあったんだけど、絞りました、頑張って。こちら。はい、これ。セザンヌの涙袋ライナー。もうこれ私毎日使ってるよ。プチプラの。最近ママがロフトで買っていってくれたこれ。見えない。これよかったよね。ロム&の、ここに塗るやつ。ここね。ね、塗るやつなの。最高にいいの、これ。毎日使ってる。学校終わった後とかね。で、次ね、これ、これ。100均のユアグラムのやつなんですけど、ユアイブロウパウダーのやつなんですけど、これね、涙袋にも使えるし、眉毛にも使えるから最高にいいの。本当にみんな使ってほしい、これは。はい！あ、びっくりした。ピントちゃん。ボブにする予定ありますか？私ね、ボムにする予定はないんですけど、ごめんなさいね。ボムにしてほしいか、私本当にすいませんなんだけど。私ね、最近髪伸ばしてて、私、髪切ったらさ、多分、ブスになると思う。今はもう可愛くはないんだけど、多分さ、私今髪伸ばしたいから、多分ボブにする予定はないかもですね。多分ないよね、ボブにする予定は。うん、ないね。ないよね。似合うと思うよ、ママは。え、似合わない。絶対似合わないから。生活をしようと思ったきっかけは、けど、なんだろうな。なんか、音が、ASMR 的な感じで音がいいなって思ったのもあるし、あと、何よりも、自分が可愛くなれるように、メイクをして、それでなんか収納したりしたらめっちゃ可愛くて、それでやりたくなりました。あと、TikTok でめっちゃ流れてきて、私もやりたいって思ったからですね。最近ハマってること、生活音ですね。もうみんな知ってる通り生活音ですよ。いいんで、一番良かった子はできる番号も教えてほしい。はい。じゃあ、ここにあります。あ、これ最高にいいの。これね、大人用なんだけど、私はワンピースをしてきて、最高に良かったので、みんなも買ってほしい。ダイソーの商品で好きなものトップ3。トップ3。OK です。トップ1。こちらです。ほら、流行りの幸運のクッションファンデ。これはね、もう最高にいいの。あれ、ティルティルさんのピン、赤のやつに超似てて最高にいいの、これ。ちょっと開けるね。ちょっと開けるね。結構使って汚れてるんですけど。よし。これ、よくなんか、ユアグラムさんで売ってるこれ。マーブルフェイスパウダー03番ですね。これさ、これ。キャンメイクさんのフィニッシュパウダー？マシュマロフィニッシュパウダーでこれ売ってんじゃん。超色がいいの。キャンメイクよりいいかもしれないって感じにいいの。本当に買ってほしいこれ。でもこれ結構売り切れがすごいんですよ。コスメに詳しい小学生っていうタイトルができそうなぐらい参考になるんですけど。はい、次。こちらです。ユアグラムさんのリップのオイルかな？わかんないけど。リップグロスかな？わかんないんだけど。ドデカの、ドデカさんの、ドデカさん？ダイソーさんに行ったんだけど、その時に買ったやつ、これ。めっちゃラメってていいの。本当にこれ買ってほしい、本当に。なんかでも最近これ新発売なのかな？お小遣い事情は？お小遣い事情は、ちょっと事情があるので、今度、わかると思います。楽しみに。私、たちのこと好き？そりゃ好きだよ、好きですよ。え、いいコメントだ、これは。私たちのこと好き。え、大好きだよ、本当に。だってさ、こんなにみんな YouTube 見てくれたりさ、応援してくれたりして、嫌いなわけなくないですか？いつもどこでネイルチップ買ってますか？そうですね、私これね、今つけてるじゃん？ちょっと待って。こちらのネイルチップ。お安いシーン様でございます。ありがとうございます。いつも買ってます。シーン様ですね。もう、好きな食べ物。好きな食べ物はね、お菓子と
グミとチョコですね。これ今まで買った中で一番好きなコスメ5個。本当に申し訳ないことがあったんですけど、全部好きです。チップ取れたし、つきます。おすすめのアイシャドウはもうさっきも紹介した通り。待って、壊れてないよね。おすすめのアイシャドウはこちらのさっきも紹介したロマンドのアイシャドウ様です。自分のコスメ何個持ってんだ、自分のコスメ何個持ってんだろうな、何個持ってるかな、ちょっと想像にお任せします。おすすめのスキンケア用品教えてください。 OK です。これ乳液と、乳液となんだっけ、乳液と大好きティルティルさん、これもう最高にいい。あ、カラコンしてる？そう、カラコンしてないの。よく見てな。カラコンね、したいんだけど、私もめっちゃしたいの、カラコンは。超したいの。入れるの怖いの。服はどこで買ってるんですか？シーン様と、とか、アナップガールさんとか、キューガールさん、アナップガールさんとか、シーン様とか、ラブトキガールシック、ラブトキガール様とか、ピンクハントさんとか、アルジーさんとかで、ね、買ってます。ちゃんのファンマは何ですか？ファンマは今考え中です。ヒールチップはいつ頃かつきましたか？いつも応援してます。ありがとうございます。いつ頃つけたかって、9歳の初めくらいかな。好きな YouTuber さんは、ロコマコアコチャンネルさんと、サヤリサチャンネルさんと、シナコンチャさんと、竹下パラダイスさんです。髪の毛伸ばしてるの？伸ばしてまーす。身長は132ですね。132センチでーす。低いね。低くないか？低いか？低くない。低くておすすめコスメ教えてほしい。オッケー。ラスキャンメイクさんと、キャンメイクさんとセザンヌさんですね。なんでそんなに可愛いの？嬉しいんだけど。そう。じゃあ、可愛くないよ。あのね。私も別に可愛いと思ってるわけじゃないんですけど、やっぱり人って自分の嫌いなとこは一つはあるじゃないですか。私なんかもあるんですけど、あるじゃないですか。私もその自分の顔に気に入ってるわけじゃないですけど、メイクとかスキンケアとかを努力して可愛くなるために、可愛くなるためにスキンケアとかメイクとかをやったりしてます。もう